方帰ってきたら絶対ストーブつけてなきゃいけない。でもほんと寒いし、でも家族はそんな寒くないって言うから、相当山形寒いですね。めっちゃ寒いです。もうストーブつけてます。あ、間違った。うるさくてごめんなさい。次はいつ東京、次はいつ東京かと言いますと、11月2日に東京タワーの点灯式ラルーチェが出るので、その時かなって思います。じゃあね。そう、東京タワー行くよ。ありがとうございます。なんか点灯式に出るんですけども、なんかいろいろ毎年すごいゲストの方が来てて、だからすごい嬉しいなって思います。イルミネーション好きだし、なんかその時にトークショーとミニライブもあるらしくて、待って、東京タワー立ちました。東京タワー、白ランジさんありがとう。嬉しいですね。東京タワーぜひ皆さん見に来てください。そう、ありがとうございます。白ランジさん、なんかそのね、点灯し終わった後にライブらしいので、すごい綺麗ですよね、絶対ね。見に行くね、ありがとうございます。なんかすごいかぼちゃがね来る、さっきからすごい、ありがとうございます。レイアウト配信した時も確か来てたな。ヒーレー、何、まだねショールームでやってなかったんですけども、10月24日にエブリシングウィルビーライトをねリリースさせていただいて、ありがとうございます。表題曲も撮らせていただいて、エビオラ大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。買ったよ、ありがとうございます。毎日聞いてる。いっぱい買った、ありがとうございます。 MV ゆるかわゆるかわバージョンだっけ。そう、カレッジバトルでなんか撮っていただいたんですけど、今 YouTube に上がってて、それで今バトルもしてるんですけど、視聴回数のその MV もすごい好きで、なんかすごいみんなが自由にやってたりとか、あとリップし、こう何、一人一人映るシーンも、あの普通の MV よりもあの可愛い感じにしてくださいって言われて、でも私あんまなって可愛くなってなかったんですけど、できてなかったですけど、みんなすごい可愛くできてるし、なってたし、あとなんか、あら、360度カメラをつけてなんかみんなでふざけてやったんで、楽しかったですね。そう、ぜひ皆さん見てください。あのカメラすごいですよね。レイヤーどこって、なんかレイヤーは来てくれるみたいです。でもさっきまで LINE してて、
もうちょっとしたら行くみたいな言ってたから。なかなか足速いのね。全然速くないです。なんかず自分もなんかずっと速いと思ってたんですよ。小学校の時速かったし。だけど夏美ちゃんとはるかちゃんが速すぎてびっくりしました。特にはるかちゃんは陸上部だから速いのはしてたけど、夏美ちゃんが速いのはちょっとびっくりしました。はい。勉強苦手なの。勉強はそんな苦手意識なかったけど、そう、学力テストはちょっと苦手な問題が多すぎました。なんか小学なんか社会と英語と漢字がすごい苦手なんです。もう全部苦手なんですけど、まあ数学はいけるんですよ本当は。そう、数学ですよ大丈夫。家族に何か言われた？え、もう本当なんて言うとかな。なんか最初に収録が終わって LINE して、ラルチで一番モカだったんだけどって LINE したら、え、嘘でしょみたいな反応でしたね。そう、でもなんか自分でもびっくりしましたよ。うん、ちょっと頑張ります。でも昨日ちゃんと勉強しました。勉強します。学力テストのテレビは見た？見ました。自分の回とあとリオちゃんが決勝に行く回は見て、でもなんかリアルタイムで見れなくて、その時京都にいたから、関西だから見れなくて、家に帰ってきて録画で見たんですけどね。得意科目は数学です、一応。風邪なの？なんか風邪じゃなくて花粉症で、なんかさっき、なんか前さっき急に花粉症が発生して、くしゃみ止まんなくなったんですけど、今は大丈夫なんですけども、たまにね。何花粉なのか分かんないけど、前検査した時になんか結構アレルギー多くて、この時期に、そうですよ、なんかいつもこの時期に風邪ひくんですよね。風邪ひ、なんか花粉症になってから風邪ひくみたいな。だけどで、実は東京にいる間に花粉症から風邪気味になっててやばいかなって思ったんですよ。リーベンの時とかもちょうど風邪ひいてて、だけど大丈夫でした。治りました、だんだん。うん、そう、なんか去年もこの時期に風邪ひいて、ファーストシーズンのバトルの時もその時だったんですよ、ちょうど季節の変わり目で。だからこの時期に弱いんだなと思って。ミンティアいいんですか？ミンティアいいんですね。なみちゃん個別撮ったよ、ありがとうございます。そうなんです、ちょっとメモってきたんですけども、12月16日に関西の大阪 ATC ホールで個別で握手会と、あれ何日だっけ、関東はいつでしたっけ、1月10なんだっけ、1月19日の関東千葉の幕張メッセであるんですけど、15時受付開始されてましたので、ぜひよろしくお願いします。衣装はちょっと
今までずっと私服とかがとても多くて、なんかみんなコスプレとかしてたけど私服ばっかりだったんですけど、今回はちょっと違うやつをやりたいなって思ってます。冬ならではの関東に行きようかなって、まあ、山形っていうあれもあり、まあちょっといろいろ、まあ決まってはわけじゃないけど、やりなんか変わったやつをやりたいって思ってます。私服ではなくてコスプレでもなくて、ん、コスプレなのじゃないんだけど、なのでぜひ皆さんよろしくお願いします。あと関東の2部と3部の完売本当にありがとうございます。人見知りだからあんまり喋れないんですけど、いつも喋れないというか、なんていうの、同じなんか喋るまで時間かかるっていうか、考えるのもなんか遅いし、だけどたくさん来てくれるの本当に嬉しいです。でも最近すごい慣れてきて、握手会にもすごい楽しいですね。え、なんか来たんだけど、なんかプリキュアになってきました。プリキュアが来ました。カモン、じゃあ後ろにちょっと、はい、えい、なんだっけ、キュアマカロン、キュアマカロンになってよ来ました。あ、あれ忘れた、グラサン似合い好きなんで。キャーマカロン、これもキャーハロー、なになに、あなたはなに、マーメイドプリンセス、キャープリンセス、多分わからない、昔のプリキュアだから。そっか、ピンクにしまどくさ。弟くんは元気ですか？弟くんは元気です。今ゲーム多分してます。今日のために一生懸命、いやなんかずっとあるんですよこういうの好きで。あとさっきのシンデレラと白雪姫、なんか幼稚園の仮装大会みたいな、仮装する仮装イベントみたいなので来たらしい。弟何歳だっけ、弟は 13?14 か、14ですね、確か中2です。夏美ちゃんと同い年、私は3年の弟くん、身長抜かされて、全然抜かされてない、弟くんちっちゃいんですよ、とても身長が。今ねレイヤーから LINE 来て、飛行機で乗ってるんですけど配信見れないらしい、電波悪くて。自分の弟も14歳中に、イエーイ。プリキュアの撮って撮ってました。後ろの子は妹、そうです、6歳と3歳。タリンカータリッタいるおかしい、じゃあこれでいい、やんな、これ、タリクアタリ
水あげます、どうぞ。誰か誰かこれでいいじゃん。はい、なんでだって美味しくないもん。美味しいよ、美味しくない、つまみたらとても美味しいです。はい、ねねちゃんジュジュ取ったよ。ビーフジャッキは今日ないんです。つまみたらが美味しくて、あのモバメでは、モバメは撮ってる人は、撮ってくれくださってる人は知ってると思うんですけど、最近つまみたらにハマってしまいまして、コーラ、コーラあります。どこで売ってるの？これはね、コンビニで売ってるんですけど、セブンに売ってる。多分。やってみたい仮装？仮装？で、前取材の時に、なんだっけ、あの、ティンカーベルだっけ？ティンカーベルって言ったんだっけ？ティンカーベルだっけ？って言ったんですよ。でも本当に思いつかなくて、昔ちっちゃい頃にティンカーベルを、ティンカーブル、いや、ピーターパン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 の仮装をやって、それでまたやりたいみたいに言ったんですけど、え、なんだろうな、ピーターパンです、そう、ティンカーブルじゃない。え、レイヤー来たの？全然、え、全然違うっけ。戦隊ヒロインの仮装、戦隊ヒロインの仮装いいですね。前なんか持ってたの、なんかちっちゃい頃になんかパーカーみたいな戦隊ものの。キッズは去りました。なんでレイヤーと仲良くなったの、なんでレイヤーと仲良くなったかというとちょっと分かんないんですけど、自然と仲良くなったんですけど、なんかレイヤーのせいが、レイヤーが初めて会った時に、サムサムのお披露目の収録の時だったんですけど、初めて会った時にすごい話しかけてくれて、そっからちょっと仲いいですね。好きな戦隊もの、でも一番好きだったのは冒険者が好きでした。あれ、虫、画面真っ暗、レイヤーがで全然見つけられない。あれ、なに、妹たちが一緒に行きました。今なる、うん、待って、レイヤーも、あ、電波がなくて見えないけど、コメントはして、できるっていうことですか？モバイルバッテリーに絵描いて。そう。この間ね、握手会と撮影会の休み時間っていうか終わった後に、レイヤーのモバイルバッテリーに絵描いてって言われて描いて。それが、レイヤーのインスタ？インスタだっけ？インスタのストーリーに載ってる、載ってたみたいです。
電波悪い。猪子一番下にいるよ。なみちゃんはインスタやらないの？え、なんかインスタのやり方が分からなくて、なんかログインするのがちょっとよく分かんなくて、なんか一回登録しようかなみたいな思った時あったけど、アプリも入れてなくて、だから見たいのがある時はなんかツイッターのとこからやって、だからストーリーとか見れないんですよ。でもなんか SNS がなんかあんまうまく使いこなせない人なんで、人でツイッターもなんか一応2個アカウントあるし、モバメとか、でモバメはちゃんすごいやってるから、なんかもうちょっと慣れたらやり、まあやり、でもなんかおしゃれ、なんか服、お洋服とかあんまりあれだ。インスタは恋愛に任せましょう。マーメも今日も送ります。なんか10時、ま、忘れて10時過ぎちゃうことがあるんですけどね。あ、待って待って、ペインキラーさんありがとうございます。タワーありがとうございます。ペンキラさん嬉しみ。そう、鈴木愛理さんがね、あのいっぱいストーリー上げてらっしゃるじゃないですか。だけどそれも見えなくて、なんかツイッターに上げてる方とかの動画を見たりとか調べてやったりしてるんですけどね、不便なんですよね。でもん、何時までやる、なんか一応9時までにしようかなと思ったんですけど、今何時ですか？何のリップつけてる？今つけてるのはこれ、あ、待って、あ、あ、あ、外れちゃった、蓋が、これです、ジルスチュアートのやつで36番なんですけど、これ愛理ちゃんに誕生日プレゼントでもらって、8時42、結構早いな、時間経つの。まあでももうちょいやるかな。これ愛理ちゃんにもらったやつ、今日今つけてます。最近ネイル見てて、今ねネイル外しちゃってて、昨日外しちゃって、でも次のライブ11月2日までにはやろうと思ってるんで、まあ明日しかないんですけど、やるときは安田の愛理ちゃん、そう安田の愛理ちゃんにもらいました、誕生日で。またネイルしたら載せます、モバメとかに。爪を休めないとちょっとね汚いんですよ。なんか自分でやってるから落とし方とかも分かんないし、なんか分かんないからそのままビッてやっちゃうんですよ、ジェルネイルで剥がれるから。自分でやってるんですよ、ネイルはいつも。でなんかで月とすっぽん、月とすっぽん、まあ、月とすっぽんの件は、月とすっぽんの件はですね、太陽と巣と書いたんですけども、まあ、太陽と月は同じみたいな感じ、なんか比較対象にしちゃったんですね。そうで、スポーンの巣はちょっとスポーンってなんか名前が酸っぱそうだし、なんか味ポンみたいな感じかなと思って、だから巣って書いてるんですね。え、理解できました。なんかこの間も握手会ですごいなんか共感できたみたいな女の子が来てくれて、その月とスポーンのやつを、だから嬉しかったです。なんかわかる。
すっぽんで何かを学びました。学んであれですよ、亀ですよね、亀。東京が通なのは間違えて都道府県で書いてるのを県庁所在地だと間違って思ってしまって、時間がなくて、なんかみんなすごい終わるの早かったから急がなきゃと思って、なんかあんま文章を読まずにやったら県庁所在地だと思って、まずそこが間違え、考えが間違えて、でなんか県庁所在地と言ったらなんかその場所が何かちょっと分かんなかったので、つが一番最初に思いついて、まあ、時間もなかったからつって書きました。津は三重県ですね。レイヤー、レイヤーいるって、レイヤーいるって、レイヤー。山形は山形市です。それを分かります。はるかちゃんもやばかった。なんかはるかちゃんもすごい頭いいと思ってて、でも意外と4位っていう。なんかめっちゃ問題くんだけど、宮城はわかる、宮城は仙台。九州全部行ったらちょっと難しいけど、愛媛？愛知？何？え、愛知？ちょっと埼玉は埼玉ってひらがなで書くやつですよね。めっちゃ来るじゃん。沖縄は那覇。わかるやつしか読まない。日本の首都は東京？岩手は盛岡。愛媛は名古屋。愛媛、あ、愛知は名古屋。愛知は名古屋。めっちゃ来るじゃん。埼玉、大宮なの？めっちゃ頭にできてる。ほら、石川とか山口。はい、もう終わり、終わりにしましょう。やっぱり地理とかは、地理と歴史は本当に苦手でダメなんですよね。今日夜何食べた？今日は夜はなんだっけ、豚汁をもらって、豚汁とあとはマグロ、マグロのマグロにチーズを挟んで片栗粉をつけて油で、油引いて焼くやつと、それをそれのマグロの豚肉バージョンのやつを作って食べました。ちゃんと手伝いました、お母さんの。あとはサラダと、あとチーズハンバーグ。まあ大変に、まあね、芋煮好き、芋煮好きです。玉こんにゃくは食べてないけど美味しい。芋煮って味濃い？味濃いかな、あれ。でも味濃い方が好きかも、芋煮は。なんかお味噌汁とかは薄い方が好きだけど。
卵焼きは甘い派、甘い派、完全甘い派。ナーミは料理するの？料理は基本しないけど、チーズドッグとか最近作る。チーズドッグめっちゃ好きで、今流行りの伸びるやつが好きで作ったりします。チーズドッグ作る？なんか4回ぐらいも作ってるんですよ。だからもう慣れましたね。どうやって作るのっていうと、ホットケーキミックスに適当に水を入れて、でもちょっとなんかレシピによって違うんですけど、私はなんかゆるいその元というか生地を作って、チーズをに普通に絡ませて、チーズを入れにそれを入れてパン粉をやってその揚げるっていうのが一番いいです。なんかゆるくない、なんかパンみたいな感じでやると崩れるんで。水の量は結構何でも大丈夫。チーズはですね、なんか一回さけるチーズ作ったんですよ。したらさけるチーズが溶けなくてそのまま出てきちゃったんで、とろけるチーズを、スライスのとろけるチーズを丸めて、2個丸めてやるのがいいと思います。え、何？喋り方がレイヤーに似てきた感じがする。嘘？嘘？え、なんかこの間安田愛理ちゃんに似てきたって言われたんだよね。握手会かなんかで。なんかチーズ最近好きなんで、今日も食べたし昨日も食べたし。ショックじゃないよ、レイヤーに似てるの。あ、イヤホン大丈夫？イヤホンちょっと今なくて、やっぱりなんか iPhone7 使ってるんですけど、なんか iPhone7 だとなんか刺す部分が丸いやつじゃないじゃないですか、なんか充電器と同じやつで、それでちょっとそれが結構高いんですよね、普通に買うと。でこの間お母さんにネットでイヤホンの丸いやつ、丸いやつっていうか普通にイヤホンのやつと、あと充電器を同時にさせるみたいなやつをもらったんですよ。それでもそれは絶対大切にしようと思って、したらもう早速それもすぐ壊れてしまって、今本当にイヤホンがない状態なんです。イヤホンジャックでの本当不便で、そう。壊れちゃったから、今一番欲しいのはイヤホンです。Bluetooth って何？ Bluetooth って何？ Bluetooth って何ですか？ワイヤレスってことか。無線？あ、いいですよね。無線か。コードなければ壊れないか。なるほどね。おすすめです。わかりました、考えておきます。Come on, baby, America. 身長止まった？身長多分止まってます。止まっててほしいというか、なんか最近測ってないから、半年ぐらい多分測ってないからちょっとわかんないけど、でもなんか会うたびになんか身長伸びたって言われるから伸びてんのかなとも思うんですけど、
5000人おめありがとうございます。180はちょっと大丈夫。168センチです。眩しすぎる流れ星ねえ夜空を見上げながら、やっぱり今日もまた見つからないでしょう。流れ星は一体どこで目撃できるのですか。ちゃちゃいつだって探してるけど一度もそれらしき光に会えない。一緒のうちに何回くらいチャンスが巡ってくるのだろう。すごい長い眩しすぎる流れ星好きなんですよね。めっちゃ好きで聴いてるし、なんか振り付け終わった後になんか振り付けも結構これ複雑で難しくて、しかも時間がない中で全グループの全部のダンスを覚えなきゃいけなかったんですけど、すごい楽しくて覚えるのが、家でもずっとやっててその振り付けを。めっちゃいい曲で好きです。学校行く時毎回聴くよ。いいです。あー嬉しい。バンドワゴン。この街を歩くとどうして知らぬ間に林になるのだろう。そう誰もが自分の大事なもの奪われないかと不安になるよ。青山テルマさんのやつこの間歌いました、みんなで。いや2番が好きなんですよね、世界の中心の。ぜひ皆さん聞いてみてください。PV も好きで、そうああいう感じ。なんか2番の「うちらのアイドル永遠なみえ」っていうところがすっごい好きです。でどうしよう、もう9時になっちゃうんですよね。別に10時までできるから次でも大丈夫なんですけど。ん？レイチ他界したの？今ラガンラガン。コンタクトは出て入れれない、入れれるあれがない、なんだっけ、勇気がない。そう、タピオカ神ってとこ好き。私もタピオカ神な人間なんでちょっと好きですね。カラコンしたことないです。視力とてもいいです。夜中動画ばかり見てる。日曜もなってきない、いい天気もやった、可愛い子ってもっと着ない、いつかはきっとって慰め。
じゃあちょっと告知をしたいと思います。告知をしたいと思います。さっきも言ったんですけども、12月2日に東京タワー点灯式でトークショー&ミニライブをラルーチェをしたいと思う、させていただきます。はい。そして11月3日にはラルーチェの朝練があります。朝練はぜひ来てください。早起き大変だと思うんですけども、あといつも並んでくださる方もありがとうございます。そして11月4日にお茶の水女子大学さんの学園祭にシューロケとラルーチェ2組で参加させていただきます。学園祭初めてなんですよね、ラストアイドルが。だからすごい学園祭楽しいイメージがあるから、すごい楽しみなのでぜひ来てください。そして11月16日、結構さっき発表されたんですけども、学校暮らしの完成披露上映イベントがあります。ちょっと恥ずかしいけども、ぜひ見に来てくだ、見に来てくださると嬉しいなと思います。とても緊張です。はい、ぜひ来てください。映画楽しみ。あーどうなってるの、まだ見てないから、ちゃんと全部ってか全然自分が演技してるのを見たことない、見てないからとても不安です。映画は1月公開なんで、ん、あ、じゃあ1時間なので、1時間にするんで9時15分までにします。まあ今何時か分かんないけど、初演技なんですよ。そうなんです、初演技で映画なんで、絶対来て、ぜひ来てください。ゾンビ、そう、学校暮らしね、なんでガサガサしてるのはちょっと髪です、ごめんなさい。と、そして11月17日にグループ撮影会アット東京があります。今9時3分、とグループ撮影会があります。とこれは東京で、前回は、この間はハロウィンの仮装だったんですけど、衣装バージョンとなります。はい、11日、あ、そう、11日に福岡のイベントがありますと忘れてたんですけども、福岡でもあります。嬉しいですね、ぜひ来て、福岡の方、お近くの方よろしくお願いします。とても楽しみです。福岡で食べてみたいもの、なんか福岡って食べ物が美味しいイメージがあるので、食べれるものは何でも食べたいと思います。明太子か、明太子ね。あとは12月19日に TDC ホール1周年記念コンサートがあります。東京ドームシティホールです。なんだっけ、明日が守護石の発表、申し込みましたか、ありがとうございます。そう、皆さん来てくださると嬉しいです。なんか全曲披露みたいな、ラストアイドルの今までの曲全曲披露っていうことは、シャッフルの曲もあるし、そう、2期生もあるし、今までのバトルの時も曲もあるし、全員曲もあるし、なので生理的なアンテナとかもあるんですかね、全曲なので。だからすごい楽しみだし、バタバタしそうだけどすごい楽しみだから、すごい、今までのバトルの曲というのはなんかユニットの曲ですね、だからあるんじゃないかな。100人当たるんかな、何人か分かんないですよね、確かに。あ、たくさんの方に見に来てもらえるように頑張りたいと思います。でお願いします。じゃあ次ね、あと個別握手会ですね、12月16日と1月19日に個別握手会もありますので、ぜひ来てください、お願いします。
んといきます。ありがとうございます。またまたサインボール投げあるかな。わかんないけど、何もわかんないけど、まだそういうなんかサインボール投げたりとか、まあ色紙投げたりとかして、すごいそれがすごい楽しかったんですよね。ご悪意見ありがとうございます。6000人ありがとうございます。2期生とお話ししましたが、なんか2期生とは、2期生の皆さんとはなんかあんまり一緒になる機会もないし、楽屋別々だったりするからあんまり喋ったことはないんですけども、すごいみんな可愛くていい子たちっていうか、なんかすごい挨拶とかもすごいしてくれるから、みんないいな。話しかけられる、無理ですね。自分から話しかけるのはちょっと勇気がいるんで、あのレイヤとかに連れてってもらおうかなみたいな思います。橋本ちゃんと話したら、話したいけど人見知り発動しますね。話しかけてくれたらすごい話すけど、バスで挨拶される話。そうなんですよ、なんか最初に2期生のみんなが乗ってて、でなんか1期生がホテルとから、ホテルだっけかから降りてくるときに、出てくるときになんかみんなバラバラの時間に出てくるから、すごい2期生のみんながすごい立っ、あのバスのなんか中途半端な上の高さですごい挨拶してくれるから、あいいよ座っててってなる話ですよね。あ、私に、あ、待って、レイヤーのコメントやっと見えた、私に任せだって、ありがとう。で、スクショタイムお願いします。ポーズは何がいいかな。まあいいか、スクショタイム。ウィンクはできないです。ウィンクってどうやるの、ウィンクどうやるのって、ウィンクできないんですよね、とても。ハート、アゴピース、ね、猫、何ミジンコって何。ヤギはちょっとダメ、ヤギはちょっと前レイヤーのショールームでやりました。ユニコーンってどうやったんだっけ。ここがハロウィンっぽいの、かぼちゃ。うさぎ、クマ、クマこうだっけ。手大きいね、大きい、大きいですか。指ハート。なかなかさ。足は何センチ？足は 24.5 くらい。いいね。
TT 今何時ですかね。時計がないもんで。エビオラポーズ。オーライ。握力なんか、握力はとても弱いです。14と16とか。今11分、あと、じゃあ、あと5分ということなので、あの今の順位をランキングを読みたいと思います。13位、静岡のタカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、ヒデさん、ありがとうございます。ヒデさん。11位、勝利さん、ありがとうございます。10位はのんちさん、ありがとうございます。のんちさん。19位、ヤートさん、ヤートさん、ありがとうございます。と8位が Z4 さん、ありがとうございます。ナッツンっていうの持ってますね。7位、ヤシくん、ありがとうございます。ヤシくん、ありがとうございます。6位、アキさん、ありがとうございます。イエイ。5位、すぐるさん、ありがとうございます。すぐるさん、ありがとうございます。4位、サッピンさん、ありがとうございます。アザラシですね。次は3位、ペインキャラさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。なんだこれ、 ROM って書いてある。じゃあ2位はスルメさん。スルメくん、ありがとうございます。ありがとうございます。うさぎ。それでは1位に参ります。1位は白ランジさんです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、待って、虫。ありがとうございます。タワーも今日2本もあって、ありがとうございます。本当にお疲れ様、ありがとうございます。3度、レイヤー3度だって。北海道寒っ。じゃあまたショールームね。猪子さんはないんでしょうか。ありがとうございます。またショールーム、すごい今日久々、半年ぶりぐらいのショールームになってしまったんですけども、また近々やろうと思うんで、よろしくお願いします。寒さむですね。またやりますね。じゃあこれからイベントもたくさん決まってますので、ぜひ会いに来れる方、会いに来れる方とか、まあ、あのチェックよろしくお願いします。地方の方も、なんか地方の方もあのいっぱいの方にも会えるように、これから会いに行きたいので頑張りますので、よろしくお願いします。はい、皆さん風邪ひかないように気をつけてください。じゃあありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。